ある女性が家の前で小さな野生動物に遭遇したとき、その生き物が恐怖よりもむしろ熱意を持って近づいてきたことに驚いた。このささやかな出会いが、彼女の人生において特別な何かをもたらすことになるとは、その時彼女は少しも気づかなかった。晴れた心地よい午後、屋敷の庭でアフタヌーンティーを飲んでいたスーザンは、招かれざる客の紫色の黒点に出会った。心の優しさから、この思いがけない訪問者に気前よくてからパンを一切れあげた。驚いたことに、小さくて繊細なその黒点は怖がるどころか、勇気を出して近づき、思いがけない贈り物を愛おしそうに受け取った。この短い出会いは水面を渡るそよ風のように穏やかであっという間だったが、スーザンは彼女と黒点の間に、友情の絆が静かに紡がれ始めていることに気づかなかった。それから数日後、神秘的で魅力的な黒点は、スーザンの家の前庭に定期的にやってくるようになった。両者の出会いは、どれも運命に仕組まれた再会のようで、次第に心の絆は強くなり、信頼と依存の温かい章が絡み合っていった。そこで、黒点の魅力と可愛さにすっかり魅了されたスーザンは、この毛むくじゃらの友人のために、自分の住居に特別な隠れ家を用意するというアイデアを思いついた。静かで居心地の良い一角を慎重に選び、安全で快適な小部屋を用意し、黒点が自由に行き来し、安心して休める小さな世界になることを願ったのだ。この小さな空間には、この特別な訪問者に対するスーザンの深い愛情と期待が細部に至るまで込められており、お互いの生活に近づき、一緒に居心地の良い絵をもっと描くことを夢見ていた。しかし、この愛のもとに、やがて現れる一連の困難や試練をスーザンは予想していなかった。小さな黒点が初めてこの新しい環境に足を踏み入れた時、その目には恥ずかしさと好奇心のようなものがあった。しかし、数日も経たないうちに、まるで長年の友人と再会したかのように、家の軒下を自由に旅し、自然界に本来あるべき野生味を解き放った。山や森で得た本能をそのままに、隠れた食べ物を探して掘ったり探検したりするのが好きで、この性質は愛すべきものだが、時折探検をするため、家の中は少々散らかってしまった。特別に用意された食事に対して、黒点は感謝の様子もなく、その一対の目は常にスーザンの食べ物に興味を示しており、そして、食べ物争奪戦がひっそりと繰り広げられていた。冷蔵庫の奥で冷凍されている美味しそうなものから、テーブルの上の誘惑的なお菓子、さらには未開封のまま収納袋にひっそりと眠っているものまで、すべてが戦場となっていた。スーザンが料理に没頭し、鍋の中の食材をかき混ぜ、食欲をそそる香りを放っていると、黒点が静かに近づいてきて、その小柄な体を好奇心でまっすぐに伸ばし、目を大きく見開いて、魔法のようなプロセスに無限の好奇心と畏敬の念を抱いていた。それはまるで熱心な料理評論家のようで、スーザンの炒め物や味付けの絶妙な技を毎回静かに見守り、心の中で採点しているような真剣な表情で、この専属シェフに心から認めていた。時折、スーザンが食べたばかりでまだ温かいピザをテーブルの上に置き忘れると、黒点が主役の食の冒険が即座に演出された。周囲を見回して安全であることを確認すると、黒点は驚くべき速さでピザの一角を口に運び、それから振り返って走り出した。スーザンがふと気づいたとき、彼女の視界には黒点の誇らしげで小さな後ろ姿だけが残っていた。この光景はスーザンを笑わせ、その日常生活の中で、人間と自然の精霊との交流と暗黙の了解を記録し、温かく楽しさに満ちたビネットとなった。獲得に成功するたびに、黒点の目は満足してキラキラと輝き、まるで人間とのゲームに楽しみと達成感を見出すかのようだった。これらのいたずらな行為はスーザンに少しトラブルをもたらしたものの、両者の間のユニークで貴重な思い出にもなり、温かい人生の絵を紡いだ。黒点の活発な性格から、一家のどこにでもいる探検家になった。時折、新たな展望台に挑戦するかのように、そびえ立つ食器棚を巧みによじ登り、時折、優雅な空中バレエを披露するかのように、家の端にある彫刻入りの手すりの上をそっと散歩した。その直後、跳躍してカーペットに音もなく着地したり、ふかふかのベッドに飛び移ったりした。自信に満ちたこの一連の動きは黒点の機敏さと奔放さを示していた。しかし、この気ままな好奇心と活力は、しばしば家庭内の混乱とした美学につながった。テーブルの上のものはうっかり押し倒され、カーテンは隠れて遊ぶのに最適な相手となり、もともときちんと並べられていた本や装飾品は、しばしばその芸術的加工によって、別のランダムな配置を見せるようになった。そのような光景を目の前にして、スーザンは一抹の怒りを感じ、苛立ちを装って指を立て、ちょっとした教訓を与えるふりをした。そこで、
黒点は面白い特技をマスターしていた。空気に非難の気配を感じ、スーザンの怒った表情を見ると、次の瞬間にはぐったりと後ろに倒れ込み、リアルな死んだふりのシーンを劇的に演じることができるのだった。その様子はスーザンをいつも一瞬にして破顔させ、笑いをこらえきれなくさせた。この愉快なやりとりは最も深刻な教育的瞬間でさえも、温かさと笑いに満ちたものにしてくれた。黒点がスーザンの日常に溶け込んで以来、毎晩彼女が疲れていながらも、期待に満ちた足取りで家に入ると、黒点が親密な歓迎の儀式で彼女を迎えた。楽しい遊びの時間であれ、静かな夜の眠りであれ、両者の間には次第に壊れることのない感情の架け橋が築かれていった。この屋根の下で、種の境界を超えた無邪気な友情が静かに花開き、それは家庭の明るい風景のようで、空間を美しくするだけでなく、心も温かくしてくれた。この特別な友情は愛の下で、どんな境界線も緩やかに越えることができることを証明していた。そして彼らは一緒に、最も調和の取れた居心地の良い生活の絵を描き、感情の絆を大切にした。ここでは黒点は単なるペットではなく、家族のかけがえのない一員でもあり、ペットの地位をとっくに超えて、家族の魂となり、独自の方法で愛と笑いに満ちた思い出の網を編んでいた。その走りやいたずらの一つ一つが家族の活力の体現であり、平凡な日常に手に入らない活力とぬくもりを添えてくれた。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。